真田は生きる。どのような手を使おうと。父上のお役に立ってみせます。徳川軍、城内になだれ込んでまいりました。父上の読み通りでございますね。数の強みを生かして押しつぶすつもりであったろう。門を閉じ、敵を分断せよ。閉門！門を閉じただと。抵抗が弱すぎると思ったが、誘い込まれたか。まずは城内に入り込んだ武将を討ち取る。連中はすでに袋のネズミである。敵に踏み込む隙を与えては我らはたちまち崩れる。敵を本丸に近づけてはならぬ。やればよいものを。残りを片付けるか。動揺から立ち直る駒を与えるべきではない。開門！私が城下に打って出ます。敵将を打ってご覧に入れましょう。真田の小せがれが出てきたぞ。その首、父親の前にさらしてやれ。雪村様に手出しはさせねえ。我が首を取るのではなかったか。徳川の兵に私を傷つけることなどできるか。己生意気な総評など構わずあいつを討ち取れ。くれるのはありがたいが、彼らを犠牲にはできない。私がやらねば。これだけの数を相手に無茶だろ。何がやるって言ってんなら任せりゃいいのに。私が引いては父上の策がならん。まして作兵衛たちを盾にするなどできぬ。策を凝らそうと所詮はこれで必ず穴があるはずだ。ただ雪村、俺に会い。この程度でいいの赤備えは止められない。無駄死にをするな。道を開けろ。開門。うちのからも敵が。このナイキがいる限り進まずはせるぞ。Oh 井伊直政殿か。内気の手には余る相手ではないか。内気、ほどほどでよい。適当にあしらって引いておけ。片付いたな。みんなよくやってくれた。あんた一人でやったんじゃん。あの数を相手にどんだけだよ。ショー打ち取ったり。恩情をこぶったようだな。互いに利があったがゆえの結びつきだ。利が失われれば離れるのは自明のことである。口を。ダメだ、ダメすぎる。不覚を取った。家康様、申し訳ありません。危ないところでしたなあ。いや、わし一人でも平気でしたぞ。そろそろ詰めと参るか。生涯の敵を片付ける。打って出る。開門。門が開いた。この現状、伊奈が打破してみせます。開門。せっかく用意したそれを使われて、かの者を村におびき寄せ、開門。おびき寄せる餌があれば簡単なんだけどね。父上の策、恐ろしいほどです。本丸を落とす。お任せを。村に火を放ち、敵に打撃を与える。枝なんてまんまとおびき寄せられてしまいました。出番だ。手抜いてんじゃねえの。急げ。お任せを。朝焼きの手ごわさは重々承知のつもりであったが、ここまでの被害を被ろうとはな。ここを引き荒れ、炎の退路はこの本田平八が確保いたす。まだもてなしは終わっておらぬという。追撃をしたいところだが、あの男が邪魔だ。古今無双の本田忠勝。撃てる者はおるか。我らも出るぞ。殿を無事に撤退させるのだ。開門。徳川ワー軍の息をくじく。僕の力は十分削ぎ落とせた。あとは兄上にお任せしよう。救援コール。これ果てるわけには。故にこそ挑みがいがあるというものを。良い心意気だ。存分に叩き伏せてくれよ。敵将討ち取ったり。働き、ここは譲っておく。これで終わりと思ってもらっては困る。わしの息子はもう一人おるのだぞ。